はい、では、えー、と最新 SPA 開発を学ぼうウェブエンジニアのための AngularJS 入門という題で話させていただきます。えーとまあ、まず自己紹介からなんですけど、まあ、久保田光則と申します。えー、といつもネット上だとアナトーっていう ID で、まあ、なんかブログ書いたりごちゃごちゃやったりしています。 でまあえー、と普段は、普段というか、まあ、ここ数年はあのー、PHP というよりかは、まあ、HTML5 関連のことでいろいろと活動していて、えーまあ、HTML5 でモバイルアプリを書くための本というのを最近出しました。まあ、会社的にも、まあ、なんか HTML5 モバイルアプリ開発プラットフォームってちょっと長いんですけど、まあ、ブラウザ上で、えー、とモバイルアプリ作れるようなプラットフォームだったり、ライブラリっていうのを作っています。 でまあ、自己紹介はまあほどほどにして、えー、と今日話すことっていうのをま,あまず確認していきます、まあ、まず SPA って何っていうところからお話しさせていただきます、まあ、シングルページアプリケーションの略なんですけれども、まあ、この SPA っていう形のアプリケーションが、まあ、なんであのここ数年でちょっとあの開発が増えているのかっていうところだったり、まあ、その背後にある事情っていうのをまずお話ししますでその次に、えー、AngularJS の紹介ということなんですけど まあ、SPA 開発で、えー、とよく使われるフレームワークの一つ、一番よく使われるフレームワークの一つとして、まあ、AngularJS というのがありますで、えーとまあ中盤。中盤あたりからは、まあ、AngularJS、あのー、が持っている、あのー、SPA 開発のための機能っていうのを一、まあ、つ一つ紹介していけたらなと思います。じゃあ、早速話していきます。 ま,あまず SPA とはっていう話になるんですけど、まあ、シングルページアプリケーションの略で1つのページでアプリが完結する以上みたいな話になっちゃうんですけど、えーとまあ、近年、開発が増加してちょっとあの、えー、注目されていますでちょっとこれだけの定義だと,、えー、とあまりにも雑すぎるんで、えー、とみんな大好きウィキペディアでちょっとその定義,定義っぽい言葉を見ていきましょう。 SPA isWeb アプリケーション .fit なんたらかんたらかたら,らって書いてあるんですけどまあ日本語にすると SPA とはまあより流動的な UX を提供することを目的とした一つのウェブページに収まるウェブアプリケーションであるとでまあより流動的な UX って何なのかっていう話なんですけどま,まず従来のウェブアプリまあ皆さん今までえとまあ昔からあの作られてきた アプリケーションの形なんですけどまあここでは SPA とあの比較する意味でまあマルチページアプリケーションと呼びますでこのマルチページアプリケーションなんですけどまあ画面遷移するえときに普通通常のウェブページと同じようにまあリンクをたどって URL で遷移していきますでこの URL の遷移なんですけどえと実際どうやって URL 遷移が起こると実際どんな感じの,あのブラウザの アクションが起こるのかっていうのをここに書いてあるんですけど、まあ、まずネットワーク経由でまリソースの読み込みっていうのをやります、まあ、要するに HTTP プロトコルで HML t とか CSS とか JavaScript とかをまあダウンロードするっていうふうになって でえーとまあ、そういうのがダウンロードできたら、まあ、その次に HTML、CSS、JavaScript をパースしていって、まあ、その次、ブラウザのまあ内部表現である DOM ツリーとか CSSOM とかを構築して連打ツリーを構築と描画してさらに最後に JavaScript を実行してまたなんか DOM の操作が走ってちょっと画面が乱れるみたいな、まあ、でこれ、なんなのかというと URL 繊維ていうのは UX 的には一つの断絶なんですね。 まあリンククリックしたら絶対あのブラウザの画面が1回白くなってえっとまあリソースの読み込みが始まってでそれから何秒か経ってやっと次の画面に遷移するっていう形なんですねでそれに対して SPA でできる流動的な UX ってこれ何のことを言ってるのかっていうと,えっとまあ画面遷移っていうのを URL での遷移ではなくてドム操作でやるっていうことなんですね まあこれ別に大したこと言ってるわけでもなんでもないんですけど、まあ画面の一部をのドムをパッって切り替えたらすぐ一瞬でブラウザに表示されるんで、まあこっちの方があのより UX が断続的弾足的というか、まな、あ、がれるような感じになりますよねという、まあそれぐらいの意味です。で、まあこのまあ SPA 開発っていうのがまあ最近いろいろあのー。 注目を浴びてあの、開発も増えてきてるんですけど、まあ、なんでこれ増えてるのかっていうのが、まあ、いくつか理由がありまして、まあ、主にまあここにある3つなんですけど、ま,あ、まずデスクトップアプリの UX ウェブ b へっていう、まあ、これ、すごい比較的昔からある要求なんですね。で例えばどういうものがあるかというと、 えーと皆さん、icloud.com ってブラウザでアクセスした人ってどれぐらいいますか、アクセスしたことがある人、あ結構少ないですね、えー、と今から icloud.com にアクセスして、ナンバーズっていうやつを開いてみてください、これデスクトップアプリじゃんって思うから、まあ、それぐらいすごい、あのー、なんかアップルがすごい作り込んでるウェブアプリっていうのがあるんですけど、もうこれ、ほとんどデスクトップアプリと同じなんですよね。 でまあ、あとあの、まあ、デスクトップアプリをウェブに移したいっていう理由の他かに、まあ、他のリッチインターネットアプリケーションプラットフォームっていうのがありまして、まあ、そういうのがちょっとあの言い方悪いですけど、まあ、ちょっと死にたい化しちゃってるので、まあ、それをもともと使ってたユー,ザーユーザーだったり要求っていうのが HML5 の SPA に流れてきたっていう事情ももう一つあります、えっと、こ,ここでアパッチフレックスって書いてあるんですけどこれ、まあ、要するにフラッシュのことですね iPhone とか流行ってた時に、えー、ときにスティーブ・ジョブズとかがあのスティーブ・ジョブズが、えーとまあ、ちょっと iPhone の動作を不安定にするフラッシュをすごい攻撃して結局あのモバイルではフラッシュっていうのが全然動かないようになってしまいましたあと,、えーとまあ、右のカールカールって知ってる人ってどれくらいいらっしゃいますかあ結構いらっしゃいますね まあこれもすごい結構昔からあるやつなんですけど、まあ、これも最近そんなに話聞かないし、まあ、多分そん、んまあ、流行ってはいないんだろうと思います、まあ、あとシルバーライトもなんか若干公式がなかったことにしてる感がすごい漂っていて <laughs> まあこれもちょっと弱体化してきたのかなと。 であともう一つ、えーとまあ、基礎技術の確立、まあ、周辺の SPA を作るための技術っていうのがだんだん確立してきたっていうのも、まあ、もう一つの事情としてあります、まあ、ブラウザの関連 API の整備、まあ、プッシュステートっていうあのブラウザの履歴をあの操作するための API っていうのがありまして、まあ、これ使うとあのウェブページみたいにリンクが貼れるけどウェブアプリみたいな,なんかそういうのが作れたりします、まあ、あと JS ライブラリとかフレームワークの普及 もともと JavaScript ってなんかあのマウスになんかキラキラ星がついてくるみたいなあのそういうちょっといけてないようなあの使われ方っていうのを JQuery とか流行る前はやってたんですけどまあだんだんあのライブラリとかフレームワークっていうのが出てきてえとでっかいアプリケーションだったり複雑なアプリケーションっていうのができるようになってきたあとあ JavaScript 実行の高速化っていうのもあります ジットコンパイルとかまあホットスポットとか,まあかまあ要するにコンパイルの最適化のがすごい進化して速くなってきたっていうことなんですけどまあこれも地味に JavaScript でちょっとあのアプリっぽいやつ作ってもいいんじゃないのっていうところが整ってきたっていうところでもありますとで実際 SPA 作ろうぜってなった時 JavaScript をそのまま使う人っていうのはそんなになくて まあそれをあの作るためのフレームワークっていうのは今すごいあります、まあ、EXT ですとかまあ結構最古産というか結構古くからあるフレームワークなんですけれども、まあ、そういうのを含めてまあすごいたくさんあります、まあ、ちょっとここロゴ,にロゴをいっぱい載せてるんですけど、まあ、ここには乗り切れないぐらいたくさんのフレームワークっていうのがありますでまあえと今日はタイトルの通りアンギュラです についいててお話ししていきますアンギ a r JS の特徴はまあここで2つありまして、まあ、HTML を拡張してアプリを記述するっていうスタイルを持ってるっていうところとあともう1つはまあシングルページアプリケーション開発に適した機能をもう一通り最初から揃ってるっていうような特徴はあります <music> HTML を拡張してアプリを記述するってどういうこと って思うかもしれないんですけど、まあ、このコードを見てほしいんですけれども、まあ、ちょっと見慣れないようなあの属性があったりだとか,、まあ、なんかテンプレートエンジンっぽい記泡があったりっていうのがまあ分かると思うんですけれども AngularJS では HTML の中に独自の属性独自の要素を使って、えー、とアプリケーションの動作っていうのを記述していくんですね。 で2番目の SPA 開発に適した機能セットっていうところなんですけど、まあ、主に AngularJS が持っている4つの機能について今日はお話ししていきます、まあ、まず、ルーティングです、まあ多分 Web アプリとか開発して,している皆さんであればまあ分かるとは思うんですけれども、まあ、URL えーまあ、URL のハッシュに対して、まあ、どういう画面を表示するかどういう画面を、えー、どういう画面を表示していくかというのを設定していくような機能です、まあ、これもマルチページアプリケーションとは違って、まあ、URL 遷移を伴わず画面の一部だけが遷移します でまあ、早速アン l ラデ j スのコードに移っていくんですけどア、まあ、ン l ラデ j スのルーティングのライブラリを使,使うんですけど、まあえー、とこの DIV 要素の中に NGView ていうえと属性を置きますこの属性を置くとアン l ラデ j スのルーティングによって、えー、と判断されたテンプレートが自動的にこ,こ,、えー、とこの DIV 要素の中に入ります JavaScript 側では、まあ、こういうようなコードで、えー、とルーティングっていうのを設定していきますこれ多分サーバーサイドのアプリを書いたことがある人なら、まあ、分かると思うんですけど、まあ、サーバーサイドのルーティングの設定と結構似てると思いますで、まあ、ルーティングはなぜ必要なのかこの機能なんで SPA 開発に必要なのかっていう話なんですけどこれ実は別になくてもいいんですね まあ例えばデスクトップアプリとかあの例え、デスクトップアプリだったり、iPhone アプリとか、なんかそういうのを思い浮かべていただければわかると思うんですけど、別にそういうアプリって、ある画面の状態に対してリンクを貼ったりすることって普通できませんよね。まあ、なので、まあな,くまあ、なくてもいいっていう機能なんですけど、でもあのウェブ、ウェブとか HTML の良さって、あのハイパーリンクがあることが、 ハイパーリンクがあることがまあ一つの良さだと思うんですね。でこの SPA でも、えーとまあえー、と画面の特定の状態にリンクが貼れるように、まあ、こういうルーティングの機能っていうのを持たせるというのが結構あのよくそういう機能を持たせることが多いです。でどんどん次移っていきます、まあ、次、データバインディングという機能です。 まあこのデータバインディングという機能なんですけれども、えーとまあ、ここの,図,のあり図にあるように、まあ、JavaScript のオブジェクトとあと DOM を結びつける機能ですアンギュのあのビューの部分を司る中核の機能になります、まあ、結びつけるってこれどういうことかというと、まあ、例えば JavaScript のオブジェクトの方を更新したら DOM の方にも勝手に反映されたり、まあ、逆に DOM が何か変化が起こったら それがすぐに JavaScript のオブジェクトの方に反映されるというような機能ですでさっきの図がちょっと抽象的なので、まあ、もうちょっとあの細,か細かく見ていくと、まあ、AngularJS にはあのスコープっていうオブジェクトがありましてこのスコープっていうオブジェクトは、えー、とドムツリーと一対になって、えー、と結びつけることができるオブジェクトです でこのスコープは、えー、このスコーというオブジェクトなんですけど、まあ、ドームツリーの、あのーまあ、ボディ要素だったり、まあ、セクション要素だっに、まあ、ここでは結びついている図が書いてあるんですけれども、まあえー、ドームツリーと同様に、えーとまあ、ネストしてあの結びつけるということができますでこれ、コードにすると実際どういう感じのコードになるかというと HTML、えー、側では、まあ、NG コントローラーという、えー、と属性を使ってコントローラーを定義します。 でこのコントローラーの中でドルスコープ、まあ、ていうオブジェクトがあるんですけど、まあ、これがさっき言ったスコープオブジェクトになりますでこのコ、えードだとドルスコープドットメッセージイコールハローワールドていう風に代入して,していますで HTML の方を見ると,、えー、とメッセージっていう、あのー、変数を表示してっていう命令があの書いてあるんですけど、えーと なんん言ったらいいんだろうまあ NG コントローラーっていう要素、えー、と属性を使うと,、えー、とそのコントローラーで、えー、と作ったスコープのプロパティっていうのが、えー、とこの上の DIV 要素の中に、えー、と反映されるっていうのが、えー、AngularJS のデータバインディングの機能の一つですちょっとこれテンプレートエンジンっぽく見えるんですけどツ、まあえー、イグっていうテンプレートエンジン と同じ基本になるんですけど、これ実はテンプレートエンジンではないんですね。テンプレートエンジンではないってこれどういうことかっていうと、まあ、例えばドルスコープドットメッセージイコールまあなんかはさっきハローワールドって代入してたんですけど、まあ別のメッセージを代入すると、それが即座に DOM の方に反映されるんですね。 まあこれ要するにテンプレートエンジンとは違ってえと途中で値を変えてもそれがすぐにドムの方に反映されるで逆にドムの変更も自動的に JavaScript のオブジェクトの方に反映されます、まあ、ここでは、N えー、とまあインプット要素の中に NG モデルという属性を使っているんですけど NG モデルイコールメッセージというふうに書くと,えとこのインプット要素 に入力された値を、えー、とスコープのメッセージに結びつけるというような命令です。AngularJS のアプリの中で、まあ、こういう HTML のコードを書いてテキスト欄に入力しますするとしますすると,、えー、と自動的にドルスコープドットメッセージという JavaScript のオブジェクトの方がオブジェクトの方がもう自動的に更新されているわけですね。 まあなんでこういう機能があるのかっていうと、まあ、データワインディングの由来っていうちょっと固いというか、まあ、どうでもいいような話にちょっと移っちゃうんですけどもともとはデスクトップ GUI で使われていた技術なんですね、まあ、MacOS10 の,のアプリを作るときのまあココアワインディングであったり、まあ、あと Windows の,のアプリを作るときの Windows プレゼンテーションファウンデーションだったりシルバーライトとかで使われている技術です SPA で, SP A であのデスクトップアプリをの UX っていうのを再現しようってなったとき あのすごい、あのー、インタラクションをすごい GUI アプリ並みに簡単に記述する必要があったんですねでそれのためにデータバインディングも、まあ、GUI のライブラリの方から JavaScript ブラウザの方に移ってきたっていう感じです、まあ、今ではあのー、最近のフレームワークではほぼ必須の機能になってます でここで、えー、皆さん、えーまあ、JQuery っていう、まあ、ものすごい大変有名なライブラリがあるんですけれども、AngularJS ではもうこの JQuery からまあ完全に脱却するようなあの、えー、とデータバインディングっていうのを進めています。これ JQuery なんでダメかっていうと、まあ、JavaScript のコードが d o m ーに依存している、まあ、なんで、まあ、JavaScript のコードをいじらなくても、ちょっと DOM の,のテンプト HTML の方をいじっただけでまあ簡単にあのコードが、アプリが壊れたりするようなことが多くて、SPA だと,えといろんなインタラクションっていうのをたくさん実装しないといけないんで、そういうのに JQuery がちょっと向いてない、もちろん全然使え,使えないっていうわけではないんですけど、ちょっと向いてないかなっていう感じで,で次いきます。 アンギラ JS には、えーとまあ、さっき言ったような、まあ、インタラクションを簡単に実装するための機能だけじゃなくて、えーとまあ、アプリの中にあるコンポーネントをモジュール化する機能っていうのもあの備わっていますでそ,れそれの一つが、まあえー、とこの DI コンテナです DI コンテナって聞いたことがある人どれくらいいらっしゃいますか使ったことがある人多分シンフォニー2とかだと、まあ、DI コンテナあるんで、まあ、そういうのを使ったことがある人は分かると思うんですけど まあここにしている DI パターンというのがありましてえとまあ上のコードだと,と newmylogger とかいってあの自分でインスタンス化しているんですけど DI パターンというのはえと自分で依存するオブジェクトっていうのをあの外からあの渡してもらうという設計パターンです。まあ、ここ まあ下のコードではあの自分が依存するオブジェクトっていうのをパラメータとしてあの受け取って、えー、と自分のメンバー変数に入れて,るっているのが分かると思いますでこのパターンというのは基本的にシステムに柔軟性を与えるためによく使われますでその次に、えー、と DI コンテナというのがありまして、えー、とさっきの DI パターンで記述した依存をあの注入してくれるコンテナというのがあります まあなんか例えば、このコードで言えばマイクラスのコンストラクターのロガー引数にまあ勝手にいい感じのオブジェクトっていうのを注入してくれるという,ような機能になります。これ何が便利なのかというとまあ環境によってシステムの構成を変えられるというのがあって環境によってとっていうのはどういうことかというとまあ例えば開発時だったり まあもしくは本番環境ではこういう動作をしたいであったりもしくはテスト時はちょっとここの挙動を変えたいとか,、まあ、なんかそういうのって通常のアプリであればよくある要求だと思うんですけどこの DA コンテナっていうのを使うと比較的そういうことが簡単にできますアン a ラ JS の、DA、実際の DA コンテナはどんなものなのか。 といいうところを見ていきますアンギュラーでアプリを書くとき、アンギュラー .module という、あこれ、コードマートやってますね。まあ、ちょっと一番上の1行目はちょっと無視して、アンギュラーでアプリ作るときは、えーと、モジュールっていうものを作ります。で、そのモジュールのファクトリーメソッドっていうのを叩いて、えー、DI コンテナに、えー、とオブジェクトの依存っていうのを設定していきます。 例えば、モジュールドットファクトリー括弧ホゲっていうところなんですけど、まあ、これはホゲっていうオブジェクトを、えー、とこのモジュールの中に登録して,る登録している処理ですで下の方のモジュールドットファクトリーマイクラスていうのはマイクラスていうオブジェクトを DI コンテナに登録してるんですけど、まあ、ここの匿名関数の仮引数で指定した仮引数でホゲって指定してるんですけど まあこれアンギラジェスの DI コンテナはえとまあこの仮引数の名前を見てあの勝手にあのああ要するにこのほげってここで登録上の行で登録されたほげのことねっていうふうに解釈して勝手にえとオブジェクトを生成して渡してくれますでこれ何が便利なのかっていうとまあ何かサービス を表現するようなクラスだったりオブジェクトを使う時もそれをそのままコントローラーの中からも、あのー、使うことができるっていうところが挙げられます、まあ、さっき登録したホゲっていうオブジェクトを、まあ、ちょっとコントローラーの中でも使いたいってなった時は、えー、とコントローラーを定義する、えーとまあ、この特名関数の引数のところにほゲって書くと、まあ、勝手にインスタンス化して渡してくれる。 で次は、えー、とディレクティブっていう機能を説明していきます。でこれは AngularJS、えーえーえー、の特徴の一つとして一番最初に挙げたのが、まあ、HTML を拡張した独自の属性だったり要素を使ってアプリケーションを記述するというような特徴を紹介したんですけど、まあ、その機能の基盤となっているのがこのディレクティブっていう機能です。 angular.js の、まあ、組み込みの属性で NG クリックとか、まあ、NG バインドとか、まあ、そういうのがあるんですけど、まあ、こういう独自の属性だったり独自の要素っていうのはすべ、えー、てディレクティブとして作成されていますでこのディレクティブの仕組みなんですけど、えーまあ、a c m l がパーツされて ドームツリーができたときドームコンテンツローデットっていうイベントが走るんですけどその後にあ n g アン a ラ JS が今度はドームツリーを全部なめていってあのディレクティブとして登録されてるような属性がないかっていうのを全部探していきます例えばまあこ,こ,のここに表示してるコードであれば、まあ、NG コントローラーっていう属性だったり NG ショーっていう属性だったり NG バインドっていう、えー、とまあ組み込みの属性があるんですけど こういうのを発見したら、まあ、NG バインド、あこれは NG バインドのディレクティブを呼び出せばいいんだなっていうふうに AngularJS が解釈して、えーと、どんどんそのディレクティブの API っていうのを叩いていきます。で、これ、勝手にユーザーの方でも勝手に宣言することができて、モジュールドットディレクティブっていうメソッドで、えっ、ー、と、 まあここでほげっていうあのカスタム要素っていうのをあの宣言しています、まあ、細かいオプションとかを置いといて、まあ、このリンクっていうプロパティの関数リンクっていうプロパティに渡したこの特名関数がえーとそのディレクティブの初期化のためのえーと処理になります、まあ、ここでは e l e m e n t c s s らイコールレッドってしてるんで まあ、ホゲっていう要素の中にある文字は自動的に勝手に赤くなるっていう、まあ、そういう、あのー、どう考えても使いどころがないような、あのー、要素になるんですけどで実際にあのタグとして使うと、まあ本当に NG アップっていうアン l a r JS を起動するための属性があるんですけどこれ,を起動これの要素の下に、まあ、そのままホゲっていう まあ要素を置くとそれがそのままホゲディレクトビューの API が呼び出されてえーとまあレッドカラーメッセージとか書いてますけどこの文字が赤くなって表されるというふうになりますでこれなんで便利なのかっていうとまあさっきデータバインディングについて紹介した時あのまあドーム操作とか JQuery 的な手続きから脱却しましょう っていう話をしたと思うんですけど、まあ、でもそれでもどうしてもドーム操作直接したいなっていう時っていうのは絶対あるんですね。最終的にデータバインニングしてるといっても、最終的にはドム操作っていうのは絶対やらないといけないんで、まあ、そのドーム操作っていうのはアン a ラ JS ではディレクティブの中だけでやりましょうっていう形になっています。でこのディレクティブのいいところなんですけど、 まあちょっとこれ、あのー、温泉 UI っていうあのスマートフォンアプリを作るための UI ライブラリがあるんですけど、まあ、このライブラリ、AngularJS のディレクティブを使っていて、えーとまあ、カスタムの,あの要素をどんどん置いていくだけで、えー、とスマートフォン用のカスタムの UI が作れるっていう,ようなライブラリになるんですけどディレクティブを使うと、まあ、こういうようなことっていうのも、まあ割と簡単にできるようになります。 で最後のままとめになります、まあ、ここ数年、SPA 開発っていうのが割と脚光を浴び始めているんですけど、えーとまあ、それな何でかっていうと、まあ、いろんな理由があるんですけど、まあ、より自然で優れた UX を提供できるというのとほ、まあ、他の,あのいろんな周辺技術の確立だったりあの他のリッチインターネットアプリケーションプラットフォームがちょっと弱体化したとか、まあ、いろいろそういう理由もあって、えー、SPA 開発が増えていますと。 SPA、えーまあ、開発するときに、まあ、利用できるライブラリだったりフレームワークっていうのは、まあ、ものすごくたくさんあるんですけど、まあ、その中でも AngularJS っていうのがまあよく利用されてますとでこの AngularJS は SPA のための、まあ、SPA のためのフレームワークっていうわけでもないんでしょうけど、まあ、それのための機能セットっていうのがまあすごい揃ってますと,ということでご清聴ありがとうございました 久保田さんもありがとうございました。何か質問のある方はいらっしゃいますか。どうぞ。はい。あ、気をつけること。 まあなんか IE だと若干、あの属性の書き方を変えなきゃいけないとかあるんですけど、IE 対応したアプリ、まだ書いてないので <laughs>、まあ、結構あの普及してるフレームワークなんで、まあ、その辺はあんまり考えずに、まあ、書けるかなっていう印象です。まあ、全然、全然特にそんなに悩まなくても、まあ、つらつら書けるかなっていう印象ですね。 他に質問のある方は今、あどうぞ。はいそうですねあの、全部のウェブアプリケーションが SPA である必要は全然ないかなと思います。 というのもまあ今の時点だとあのシングルページアプリケーションって SEO 的にすごく弱いんですね。でそういうのを無理やりあのどんなアプリでも無理やり SPA 化してもすごい工数かかったりだとかあと SEO 聞かないじゃんってなんか営業の人に言われたりとか,まあなんかそういうことをするんでえまあその辺はその作成するアプリケーションによって SPA にするかあの あの通常のウェブアプリにするかっていうのを選んでいくのが一番いいかなと思います他に質問のある方はどうぞ。いや特にないです <laughs> 最新というかまあ安定版ですよねちょっとベータとかだったらあの仕事でとかで使うとバグ踏んだりしそうなんでちょっと怖いかなっていうぐらいですかね。それではお時間になりましたのでえっと他に質問のある方は懇親会に来られますよね。